方針式相の文字はすなわちこれ法人
嫁自然を生ずもしはし、もしは法ともに仏道を上善三世の諸仏人人の明殿なり生生せせ至愚子頂大せ。
一一文文字神仏神仏説法理主上主上会上仏道古賀長来法華経高僧日蓮大聖人御名範法音上に曰く日蓮が自己大ならば南無妙法
あらず、時の力しむるのみ。南無
周総大事示していわく、今日蓮は猿県長五年水の通し4月28日より、今年後半四年かの到達12月に至るまで、28年の間また立ちなし、ただ南無明法蓮華経の御時指示を日本国の一切衆生の口に入れんと励むばかりなり、これすなわち母が赤子の口に乳を入れんと励む慈悲なり、これまた時未だ至らざりしかども、一分の期あるゆえに性分るふせり、いかにわんや今はすでに時至りぬ、たとえ気なくしてスイカを上手とも、いかでかぐずうせざらんや、ただ不況菩薩のごとく大難には遭うとも、これを広めばるふせんこと疑いなかるべし、我日本の柱とならん、我日本の眼目とならん、我日本の大戦とならん、とうとう誓いし、眼破るべからず、とうとううんぬ。仰ぎ願わくは、妙教生前の組織むなしからず、本家の大教を速やかに、演武大に交付し、数一仏土の妙僧を次元し、万民一周賛否の妙衆に帰して歓喜を同じゅうせんことを、一点司会会期妙法末法晩年高専ルフ伊勢方便両方九十、この九度国によっては日蓮宗高知県宗務省管内相談法中、信徒中、各家先祖代々の諸少量、さらには新型コロナウイルス罹患による諸少量に恵方し持って法事を分譲す、妙法教力促進成仏物価増進追善菩提、南無妙法蓮華
天伝え実施に余るに感謝と死者を出すに至れり、まさに疫病万元の惨状なり、本日相続一体となりて、日蓮宗高知県宗務所管内、さらには実法院の面々と共に、幾当運に唱えたて祀る南無妙法蓮華経の本題目、さらには東山において農協を仕立て祀る法華経本題目写経の愚禄をもっては、新型コロナウイルスの病魔速やかに退散し、諸人が身体健全諸病延寿息災延命、すでに罹患さる者には闘病併有利益細工一切病痛脳下一切生じ死爆等も死亡なさしめたまえ、さらには日本国並びに世界が安穏ならしめたまわんことを、今日に曰くこの今日はすなわち縁舞台の人の病の老薬なり、もし人病あらんにこの今日を聞くことを得ば、病すなわち消滅すとうんぬん、樹脂法華妙写福不可量所与根的改質罪滅官能同郷愛民御しを、官にし苦毒不牛を一切が東予主上海無常仏道内し崩壊平等利悪南無妙法蓮修正。